チャンネル11をご覧の皆さん、こんにちは。脇坂十一でございます。どうも、レーザーラモン HG です。 HG さん、はい、 LINE が来ました。はい、なんかリアスポイラー、はい、ダックテールですかね、いわゆるね。はい、ちょっと第4弾カスタムね、どうしようかという本当にどうしようかという中で、はい、ウイング系はどうなのかという、うん、ことを考えてて、ダックテールっていうのがあるよっていうのはこう、うん、前に教えていただいたんですね、うん、はい、それでちょっとこういろいろと見てる中でちょっとこう相談させてもらおうというので、ピコンピコン来ましたよ、はいはい、でやっぱりね、HG さんこれだけねスープラーしていただいて、はい、こんな仕様にしてね、はい、乗っていただいたらもう延々宣伝して歩いてもらってるみたいな思う。そうです ね、 ね、声かけられますか。いや、ちょうどあのワイルドスピードがね公開されてたじゃないですか、脇坂、うん、もねイベント出たりとか、うん、だからもう外国人の方最近増えてるから外国人の方がちょっと止めてたら駐車場、うんうん、帰ってきたらもう写真撮ったりとかしてるんですよ、ね、で、ああいい車だね、知ってる、あの、ああファスト&フィリオスの車だろうつって、 あそうそうそうつってめちゃめちゃこう褒めていただいて、かっこいいねつって、外人やから HG ってあんま分からへんから、いやもう分からないから、もう車好き同士の会話が弾んで、ああそうそうそう、はい、で、まあね、最初ね、はい、アーデーあの、はい、なんとか屋さんとアベミヤ第2弾、こちらです。第2弾ホイールやったんでしたっけ、はい、11R、ね、ウェズのね、11R、これありがとうございます。それこそあの GR ガレージさんでしかあれですよ、買えない。そう、買えない、はい、それがね、もうじきちょっといろんなところで買えるようになるみたい。あ、それ嬉しいですね、はい、はい、ほんで最後これね、はい、ワイルドスピードやって、はい、これ第3弾ねでしょ、はい、で第4弾が、はい、ピカピカになりましたな。あ、そうか、第4弾でいうとコーティングです ね、 ね、 3.5 カスタムでいうと、はい、3.5 なんだ、 3.5 ですね、ツルツルになりました、はい、っていうところで今日は GR ガレージマスターワン、はい、東名川崎さんで、はい、しかも今日つけて今日乗って帰ってもらいます。ありがとうございます。 GR パーツにですね、はい、リアスポイラーっていうものがありましてですね、いやー、こちらを取り付けるとこの車がどういう風になるかというところを、もうピラッと GR パーツを取り付けたいと思います。あざっす。それでは行ってみよう。 OK。 さあ HG さん、これでございます。これです、でっけえ箱が、これがこうさせていただきます。いきますよ、オープン。もう一応オープン。おー、あっせい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 でしょう。わー、オープン、かっけー、カーボン、うわ、 GRG のですね、 GR トランクスポイラー、トランクスポイラー GR パーツから出ておりますスポイラーでございます。さあ、このスポイラーをですね、はい、今日は GR ガレージマスターワン東名川崎、 GR コンサルタント藤津さんと、はい、GR マネージャー上野さんに取り付けていただきたいと思いますので、ご紹介したいと思います。はい、はい、藤津さん、上野さん、よろしくお願いします。よっ、どうぞ。よっ、 HG さんでございます。上津、上野ありがとうございます。これ取り付けどのぐらいかかりますですか。そう、大体1時間半から2時間ぐらい。うわ、そんな、もうでも5分ぐらいでもポンと、ちょっとこれこれギューってギューってギューってこれずれてもこれダックで大丈夫。絶対ダメです。はい、じゃあすいませんが、ちょっとお世話になります、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ジンさんええですけどね、それね、ウイツクさんにしたらね、一番取られたくない作業やからね、それ。え、これそうなんですか。あのね、プチンプチン嫌ですよね。でもこの車まだウイツクさん比較的あの新しい車やから、あのまだねいいですけど、こういう樹脂系のパーツのこのプチンプチン、うん、撮影されるのメカニックの方々嫌がるからね。だってこれが劣化して固まってたらプチンの時にボキッと折れてしまうことがよくある。ああ、そうなんですね、うん、あ、今折れた。今ちょっと嫌な音しましたけど、うん、少々大丈夫ですの。ああ、取れた。おお、取れた。こうなってんだ。すいません、
GR ガレージマスターワン透明川崎で、GR スープラの穴上げ体験ができるということを聞いてきた。やってないですから。今日なんか休みの日に GR スープラの穴開け体験ができると聞いてやってきました。脇坂11です。いや夏休みの子供みたいなやめてくださいよ。ねえダメ。おじさん何してんすか。なんで開けたいんすか。ちょうど2個開けましたよ。ちょうどにはもちろん2個は1個ずつじゃないんすよ。あ1個ずつ開ける。いや開けたくないですよ。これはやりたくないですよ。こんにちは、 GR ガレージマスターマン留川崎の GR スープラ穴開け体験に来させていただきました脇坂純一です。いや HG ですよ。ないんですよ。日焼けだけ子供みたいに日焼けしてるけど、ほんま。あ、これこうやって、あ、なんか透明なプレート、あ、ここに穴開けるポイントがこうやってちゃんと、なんかね、やっぱりGR パーツみたいなね、こう真剣な話、きちっとした信頼の開ける、ね、置けるところはやっぱこういうのがついてくるんですよ。でやっぱりその中にはね、やっぱりちょっと安価なやつがあったりするとね、うもうテープだけでこうポッと止めるとちょっとこうずれるとかってあるんですけど、まあすね、まあ、この辺ね、優秀な方々が GR ガレージでつけてくれますけれども、はい、よりね正確につけれるように、うん、要はね空力パーツやから、はい、ちょっとずれるとその整流も変わってしまうので、そうか、ただの お飾りじゃないんですもんね、うん、ちゃんとした空力科学に基づいて設計されたデザイン。なるほど。今日 GR ガレージもうええわそのノリ。これでもうウイツグさんが穴開ける場所間違えてくれたら俺はもう最高に、もう最高に。それはもうやっぱもうここはダメージを負いますよ。失敗すってなったらダメです。ちょセンターポンチ脇坂くんダメよ、近づいちゃうね。はい、先生僕右側ですか。いや穴開けれないですからね、体験やってないよ、ね、しっかりとプロがやってくれるから、ね、もうそれそんな丁寧にやらなくてもセンターポンチでパーンやってしまっていいですよ。しっかりと、あ、なるほど、しっかりとね、はい、今絶対傷つきましたよ。いや、それはそうです。穴開けるんですから。絶対傷つきましたよ。いや、それはほらほら、傷ついた。いや、傷じゃないです。あ、そっちついてない、まだ、まあ、あ、ついてる、ま、うわ、傷ついた。傷ついたっていうな、言い方悪いな。ウイスさん、これガムテープ巻いたのはそれ以上、そうですね、それ以上奥まで行かないようにですよね、はい、すごい。おお。どうやればいいですか。ちょっと近づくな。行きますよ。ああ、行っちゃうのかい。おお、あ、優しい音。思ったぐーっと思ったらめっちゃ優しい音。行きます。おお、わ、優しい音ですね。簡単に開いちゃう。もうすごい。うわ、傷ついた。いや、せいでしょ、言い方、ほら。綺麗な、ほら、綺麗な。しんさん、大丈夫やわ。このぐらいの穴やったら、多分 HG さん気づかへんわ。ちゃんとカメラに捉えてんすよ。あ、なるほど、サイズを変えて。おおほほほほほ。うわ、これはやばいな。あ、一発でいかないんですね。おお。うわ、これはもう穴ですね。穴、雨漏りするわ。うわ。普通ね、これ、ジジさん、もうそうでもないメカニックの方やったら一発で大きいやつで穴開けたりするね。あ、いや、しっかりとね、3段階。マーキング入れたら4発目ですね。さあ、ラスト。最後の。これ最後の、はい、ああ完成です。マーキングから入れて4段階に分けていただきました。4段階。うわー、そっかー。さあ、何してんの。あ書いた。うわー、ヤンキー11誕生。うーわ、川崎の丸が書いていきましたよ。ウイズクさん、よろしくお願いします。
あれですよ、あの僕面白いのはもうそこで穴がずれてるのが一番僕は面白いですから。面白くないです誰も。そんな僕いらないですよ。うおー、うわ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 、どうですか穴のサイズ。うわあ、パカッ、ザッ、おーオッケー、ナイス。本当にぴったりですか。おおすげえ。残念。うわ残念。かっけー。すみませんじゃないんですよ。さすが宇治さん、分かっていただいて。うわかっけー。いやちょっとかっこいいね。ぴったり。じゃあ穴はもう OK、 完璧ということで、はい、両面テープを貼る準備でしょうか。お、またこっからそのままテープを貼ってしまうと、はい、コーティングしてあったりする、まあ、ワックス塗ってあったりする、はい、ああ両面テープの付きが良くないので、はい、一回この取り付けるところを全部マスキングして、あ、コーティングかかってるところはそのままになるように。あ、じゃあその両面テープがつく接地面のコーティングをこれを外して、で中を掃除して、あ、一旦コーティングをじゃあ剥がすってことですね。やっぱり長年使っていくと熱とかでやっぱり多少収縮したりして、そういうので両面テープが剥がれたりするので、はいはいはい、そういうとこなのよ。あのいろんなさところで、いろんなところでね、チューニングしてもらったりカスタムできんねんけど、やっぱ GR ガレージであの車をカスタムするっていうことは、こういう一手間二手間をあのきちっとやる GR コンサルタントがきちっといてるということだね。自分のそのいわゆる愛車でしょ、愛のつく工業製品って家族と一緒やからさね、愛のつくのって愛犬とか愛妻とか家族でしょ。だからそれをこう預けるのはどこでもええっちゅうものじゃなくてさ、病院の先生選ぶようにこうやってね、車をいじってもらえるところもきちっとするというね。さっきまでふざけてたのに締めるとこ締めるな。ええこと言うわ。素晴らしいですね。 2,3 回連続で流してるそういうの、まあ、とにかく仕事が丁寧だわ。これでコーティングを、まあ、この部分だけ剥がしているということですね。え、今度何ですかそれ。これがプライマーですね。プライマー、粘着、両面テープの粘着促進剤です。うーわ見て、こうやって丁寧にこんなのパーツを置く、この毛布も寝れんで、これこのままこれ、じいさんわかる？これこうやってこう上からつけて外してから、これを横からピーッと引っ張れるようにじいさんやってくれた。ほう、一気に外、なるほどね、うん、ちょっと外して最後にバッと、最後一気に外してパッと取り付ける。どうですか、スープラでこのダックテールつける人多いですか？そうですね、やっぱり装着的には多いと思います。フルアルまでしなくてもスポイラーだけとか、はい、GR パーツを選ばれるお客様ってどういうタイプの方ですか？まあいろいろなね、社外品も含めていろいろなパーツあるじゃないですか。やっぱりこれを選ばれるのはカーボン好きな方とか、 あとやっぱりその GR パーツということで信頼っていうのがやっぱりありますか？そうですね、はい、やっぱりまあカタログスペックなので、うん、はい、あの新車を買われるときに一緒に選ばれる方が多いと思います。トヨタのカタログに乗るっていうね、よっぽどの信頼ないと、ね、乗れないので、まあ、それを高い、ね、水準をクリアしたパーツだけに許されることなので、まあ、だからそういうその愛車っていうものに対してね、自分の大切なものに対して取り付けるパーツもその信頼を求めているお客様が多くつけられるということですよね。何ずれな話じゃないで、うわなるほど、こうなんだ、真ん中から外に、真ん中から外に、真ん中から外に、
できた。この角度見て、ほらかっけー。ほらちょっと藤嗣さんもニヤッと笑ってはる。もう自分の仕事がもうよし一つ、いい仕事ができたという、もう職人さんならではの笑顔やで。あれ新さん、いやいい仕事していただきました。近寄ってよろしいでしょう。うーかっけー、いいよいいよ。ちゃんとグラビアカメラマンの気持ちですね。いいよいい、セクシーね。セクシー。いやこのね HG さんのその笑顔が、ね、多分ね、上野さんどうですか、藤嗣さんどうですか、あのね、オーナーのこの笑顔を、ね、いや見たいんですよね我々ね。いや本当にもうこれ素晴らしいです、はい、いやもう大好きですよもう、はい、もうこれはもう本当に最後の車です。僕入校して、はい、ね、そのオーナーさんがこういう笑顔になるって最高の喜びですよね。いや本当にもう丁寧なお仕事していただいてね、ありがとうございます、はい。さあ出来上がりました。ありがとうございます。いかがですか。最高4でございます。質感がやっぱりすごい、はい、いや本物です ね、 ね、プロの技で取り付けられたプロのこのリアスポイラーね、はい、僕はあの今回ですね藤嗣さんのねこのパーツを取り付けられてる時の目をずっと見てたの。あんなちょけながらしっかり見てたんですか。見てたんですよ、はい、だなんかねもう我が子をなんかこう触る時のような優しさを持ってて、でそこで今度出来上がっていく時にね、はい、HG さんの表情がどん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 喜びに変わっていくんですよ。でそれを見てさらに喜んでて、はい、でそれを見守るね、はい、GR マネージャーの上野さん、はい、なんかね今回ね、はい、ご紹介いただいてここ聞こさせてもらいましたですけど、うん、いいねテンポでいいパーツをつけれたんかなって。いやそうですよ本当に、一つ間違えたらこんなもんね、ここで差しで測ってたでしょ、ここの長さと向こうの長さと。そうなんですよ。いやそんなんしてずれたらどうすんのって僕思ってましたですけど、もうぴったりね、もうぴったりです、ね、あれだから自分で自分の首絞めてるんですよ。ああいうことをするっていうことはきっちりね正確にできてなかったら、はい、でもそれを日々多分追い込んでお客様の車を接してられるから、うん、ああいうことができるんだろうなって、うん、でそれが笑顔に、いやー本当やっぱこう完璧なプロの仕事を見たって感じですね、うん、はい、本当になんかね、やらなくていい作業というか、本当に、ね、細かいこのマスキング2枚貼るとか、ね、コンパウンドして、粘着促進剤塗ってって、本当ね、もうプロ。いい店だね。素晴らしいね。職人がいたね、GR ガレージでね、職人を見た、ね、はいはい、どうですか、ビジュアル的に、こうどうですか、車、どうなりましたですか。いや本当、まあもうね、第3弾カスタムまでで、うん、もう仕上がったと思ってましたけど、うん、まだあったかと、ね、3.5 やって今回第4弾、はい、もうこのフリーザでいうともう最終形態、最終形態、一回でかくなって、うん、最後ちっちゃくなる、ちっちゃくなってね、スリムになってこうなんていうんですかね、なんか締まりが出たもんね、うん、いや締まりましたね本当に。ちょっとそうなってくるとね、せいせいせい、ええ、気になるんです僕これ。気になります、うん、どういうことですか。あの僕ね、あんまりね車って自分の車チューニングしないんですよ。ああそうなんですね。だからやっぱノーマルで乗りたいタイプなんですけど、はいはいはい、こう HG さんの車触っていくうちに、うん、だん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 こう自分の車のようにこう愛着が湧いてきて本当ですか、嬉しい。これをねいじる喜びが出てきて、あ車ってバランスがあってこういうところこう締まってきたら今度マフラーなんかももうちょっとこう、うん、筒で飴色のやつがスポーンと出てほしいなってはー思い始めたんで、はい、ちょっとこういうのかなとか、あとやっぱホイールもいいしね、あれもしてきますけども、あの足回りとかもどうなのかなとかって思い出しましたんで、またなんかちょっと思い当たるところがあったら、ピコンと、うわいつもの LINE いただけたらなと。あ本当ですか。思います。じゃあもう本当に近々ピコンしますよ、はい、とりあえずあの今回、はい、第4弾、はい、完成ということで満足度いかがでしょうか。大満足でございます 400%。
ほぼ 100% ってどういうことなんですか。400% 満足ってことです。満足ということです、はい、分かりました。すみません、こういうのは言わん方がいいですね。すみません、もう流してくださいよ。ほんま、ということでチャンネル11、はい、GR パーツですね、GG さんのリアスポイラー取り付けさせていただいて、はい、GG さんの笑顔が出て、はい、そして、透明感覚ですね、 GR ガレージ、はい、マスター1、マスター1、透明川崎さんにね、上野さんと、そして藤次さんという職人を見つけたという回でございました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。